うざっす。お疲れ様です。うざっす。まあ今日はちょっと珍しいね、お前に言ってしまうと。そうですね。ねえ、まあ今日ちょっと手がね、ちょっとつったで俺。あー、さっきもう手がつって、ちょっと今運転できないですよ。すいません、ちょっと自撮りですいません。なんかすいません、なんかねちょっと汚い顔を見せてしまってすいません、ね。まあ今日はですね、はい、まあ前回多分緑店に突撃したじゃん。そうですね。突撃して、まあ、美人営業マンの営業のさ、現状方法とか、なんかそういうのいろいろ聞いたじゃん。そうですね。で、まあ次はまあさ、うちもう一個あるやん、店舗が。あ、ありますね。そうそう、春日井店がね。で、まあ今回はちょっと春日井店にね、まあ緑店も行ったからってことで、ちょっと春日井店にも突撃しようかなと思いまして。そうですね。で、春日井店には、はい、なんとあの、うちのね、はい、トップ営業マンがおるわけよ。あ、そうなんですか。そう、相沢さんっていう、通称エロメガネね。ピューンって出てるのよ。ビームが出そうですね。そうそう、通称エロメガネさんがいるんで、はい、まあちょっとその人にちょっと突撃しちゃろうかなと思って、はい、前回も突撃して、なんか丸刈りにするドッキリをやったら、ちょっと怒られたもんでね。はい、また今回もちょっと怒らせちゃろうかなと、突撃してね。そうですね。ではとりあえず春日井店に行ってみたいと思います。はい、お願いします。お願いします。よし、ドンと。おはようございます。お疲れ様です。はい。はい。カスガイ店突撃ですね。はい。突撃です。はい。急に。まずいですか。まずい。まずいです。ここまずいです。いいよ。どっちかわかんない。どっちかわかんない。トップ営業マンにちょっと聞きたいなと思います。もっとトップ営業マン。あ、僕もトップ営業マンですよ。営業マン1だ。ミドリテンのエースだったよ。ミドリテンのエースでした、普通に。と月多分200万ぐらいやってましたね。契約と売り上げ200万ぐらいやってました。それ新卒レベルが。あら、逆エース。逆エース。逆エース。こっちまずいですか。ちょっと、あやさんの話を聞きたいなと思って。マジトップ営業マンの。そうね、聞きたいじゃん。聞きたいですね。聞きたいでしょ。まあそんな大したわけじゃないですけど。はい、まあ、別に下ネタでもいいですよ。下ネタでもいいですよ。下ネタでもただ5時間ぐらい待っていい。下ネタネタは喋れないです。全然真面目な動画ね。これ真面目な動画、ほんと真面目な動画なんで。はい、いいですか。大丈夫です。ちょっとここだとあれなんだよ。向こう行った方がいい。あ、向こう、向こうです。向こう行った方がいい。わかりました。あの、今から本題に入ります。あ、本題に。はい、じゃあちょっと、はい、あれ、さ、いつキスしましたか。は？ドッキリだよ。ドッキリこれ。あの、まあ今日はトップ営業マンがいるってことで、はい、なんかまあいろいろその営業のまあイロハを、まあ、聞きたいなと思いまして、まあ1年2年ぐらいですかね。2年ぐらい営業やって、まあ2年で上り詰めちゃったんですけど、塗り替え道場。スーパーエースで。スーパーエースで。FA 宣言されましたね。そうですね、FA 宣言されて。で、あ、まあ、足場に移行したんですけど。で、まあ最初は行くじゃないですか、はい、で、現状するじゃないですか、はい、でも最初に会った時に、あ、この人決まるわとか決まらんわとか、なんかみんな言うんですけど、僕わかんないんですよ。決まるか決まんないか、一番初めに行った時に決まるか決まんないかを、僕もわかんないんですよ。どうなんですか、そこら辺は。現状行った時にもうわかるんですか、そういうのって。まあ、その前に一回その、はい、なんか昔違う営業をやってた時に、人ってなんか初対面、パッて初対面の時に、はい、なんか 0.6 秒で第一印象が決まるって教わったことがあって、はい、若い人、はいはい、でその入る前にその、例えば服装とかさ、はい、まあそのまあ、当然その顔とかも作ったりとか、はい、顔を作るんですか。顔とか服装当然さ、もう一回ちょっと、まあ服装もちょっとこう直したりとかして、はいはい、一回ちょっとこう、そしてスイッチ入れてからピンポーンってやって、はい、生でパッてのインターホンを押して出て、見え服装を見えた時の最初の印象をまず良くしようかなっていうことをまず心がけてますかね。え、どんな感じでいくんですか。こんな感じでいくんですか。こんな感じ。決まらんじゃないですか。絶対決まらんすよ、そんな。いらっしゃいますって言ってました。それを心がけて、で、まあ会うじゃないですか、はい、で、まあ会って話すじゃないですか、うん、
で、まあ、話した段階で、また例えば、まあ、そこでまあ話が終わって、はい、まあ、じゃあ後日見積もり出します、うん、帰る時ぐらいにはもう分かるんですか、大体この人決まる、この人決まるなー、はい、いや、まあ、ある程度、まあ、もうその、まあ、二階道場でやっていただけると、はい、いうのは、まあ、その人は絶対、やる人は分かります、ね、あ、分かります、ね、分かるんですか、それは、分かるというか、はい、はい、まあ、結構若い営業の子と一緒に同行行ったりとかした時に、はい、他社の見積もりを見せてもらった時は、はい、ほぼ 100% 決まる、見せてもらったのが決まるんですか、他の会社が見積もりを出てて、はい、それを見せてもらえるぐらい、はい、信用していただいたというところまで、はい、初めて現場調査行った時に話した時にそういうところの関係性が出来上がった上で見積もり書を見せてもらえてれば、はい、100% 決まる。僕ちなみにやってた時にトップ営業の塗り替え道場で、うん、見積もり何件ももらいましたけど、私は決まったためしかないっすそう、なんでそれも分かんないんですよね、うん、そのズカズカっていうのは僕も聞くんですよ、それは、あそこで釣られてますか、あで、どうですか、いくらでした、うん、でも絶対隠すじゃないですか、お客さんって、まあ、隠すっていうかそれが当たり前だと思うんですけど、そこからのいよいよドンじゃないですか、はい、お客さんのところ行って、まあ、行ったらいけない、まあ、これは行ったらいけないこと、会話とか、例えばこれだけは言ってはいけない、例えばこれだけは聞かないといけないっていうのあるんですか、これ聞かないといけない言っちゃいけないっていうより、はい、これをした方がいいってなるけどね、この7色塗り替え道場で施工してもらうっていうふうにイメージできるように話す、要はうちで塗ったらこうなりますよ、はい、うちだったらこうなるんですよ、はい、って言ったその塗り替え道場で実際その足場が立って、はい、そのうちでこう塗装が始まって綺麗になるっていうイメージを持っていただいた人も 100% 決まる、はい、あ、イメージを察してあげれたらってことですね、うん、でもそう、それってすごい難しいですね、営業マンがイメージさせれるかさせれないかと、ああそうだね、そうだね、イメージをさせれるかさせれないかで、うん、まあ、させれたらもう 100% いく、イメージ、ああそうなんだって、うん、その時のこのやり取りで、はい、あ、二階堂上さんだったらこういうふうに、あ、お客さんが満足、自分でその今回のね100万円前後のそのお金払っても、はい、まあすごい満足できるなってお客さんに思ってもらえれば絶対に決まる、あ、まあそうですよね、なんで、まあ、はい、ヒアリングじゃない、ヒアリング、お客さんがどういう風に、はい、ニーズっていうのを、はい、ああ見合わせて、最初はもうすごい話聞いて聞いて聞いて、はい、こうこうこうしたいとか、はい、今回の改修工事大規模装でこういう風にしたいっていうのをすごい聞いて、はい、でこっちはこっちからはいつも同じ話をしてるわけじゃない、いつもいろんな100人、はい、100人っていうのを、はい、そこでやっぱりきちっと一回一回リセットして、はい、その人に合ったいい提案できればいいんじゃない、ああ、それだったら、もしあれだったらその、まあ、お客さんニーズって人じゃないですか、うん、提案をガラッと変えることがあるんですか、例えば、まあ、いつもは例えばじゃあこの A プランでまっすぐ行きます、うん、だけどまあお客さんが例えば、うん、なんていうんですかね、まあ施工、まあ、耐久年数、まあ、金額とか言ったらもうそこでガクンって変えたり、うん、こっちガクンって上げたりっていうのがあるんですか、あるある、あるんですか、あんま安かったらじゃあ、まあ、まあこういう、まあ、でもできないですもんね、例えばこれが例えば A ラプランが100万円でできますだけど私90万で施工してほしいんですよ、でこの A プランを90万に落とすってことはできない、うちがなかなか簡単でできるわ、その時はもうそのまた別の C プランか B プランから考えて出すってことですね、うん、そうですね、例えば一番顕著な例だと、はい、あのもう70代とかの人に基本塗装って下中上って3回塗るじゃないですか、はい、でそれでもう、まあ安まあ、そういう、まあ、ある程度30坪ぐらいの2階建てだったら、はい、まあ、その広告に売ってるような金額ではできるんだけども、はい、だいたいそこで、まあ、収まらずに、だいたいこうちょっとこっちの春日エリアに来るとさ、敷地も大きくなっちゃうから、はい、金額もちょっとね、まあ、足場の面積も大きくなるし、塗り蛇も大きくなるから、はい、ただもう、その人、70代、80代の人って、まあ、これが正しいかどうかは分からんけども、もう、決して3回塗りしなくてもいいんじゃないかっていうこと。あー、その要は、もうそういう年配の人って、やっぱりそういう、まあ、お家だったら綺麗にちゃんと保っとくっていう、はい、その、まあ、世間体的なこととかも踏まえて、はい、
そういうとこやっぱり家をねその汚れたまんまいかんと。ただとりあえず綺麗にしてほしいんだと、はい、いうところじゃもう下塗りと上塗りしか入れない。はい、でそれも承諾承諾得て、もちろん保証もちょっともう本当に8年10年つくところ1年ぐらいしかつきませんけども、はい、その代わりあの見た目が嫌いになりますと、はい、もう80代の人にフッ素とか攻めても仕方ないじゃないですか。あ確かに。でそういう人には、はい、こういう事情でしかも在庫の塗料で、はい、もしこの中の色で選んでやってもらって、はい、お2回塗りでよければ足は立てて塗らさせていただきますよ、その上で承諾当然してもらえるって感じだけど、はい、それでもいいよって言ってもらえる人が結構いる。あ、まあまあそれはもうそのもうお客さんのニーズに合わせてやっていく。そうそうそう、そこをそのと、まあ、いつものやり方で、はい、1回塗装して80万90万100万かかりますっていうことじゃなくて、はい、まあその80代の人だったら、まあ、せいぜい5年持てばいいんだよっていう人に、はい、今ってシリコンだったら12年以上のプランしかないわけじゃない。はい、まあそうですね。でそれを押し付けてもなっていう。あー、まあ、まあ全然ニーズと沿ってますもんね、それは。そう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 。すみません。今度ね、91歳ですけど。91歳ですか？91歳の人なんだけど、その提案したら逆に、はい、いやそんなんじゃなくて、ちゃんと十何年持つものやれって言われちゃう。でも計算したら、まあ、わかりましたって言ったら、普通にちゃんと3回言うんだけど、そこは。はい。本当に人それぞれって思いますね。そうそう、人それぞれ。それ逆提案したらお金、怒られちゃう。しかも、フッ素のテーマで持ってこいって言われた。マジっすか？結局シリコンで12年から15年っていう耐久年数の塗料でやるんだけど、はい、そこはちゃんと、12年から15年持つようにやれと。承知いたしました。はい。本当ですね。この方そういう人もいらっしゃるし、逆にね、はい、80代で5年持てばとか。まあ基本的にはもうお客さんのニーズに合わせていく。そうですね。まあもう絶対的に。うん。変わらん時はフッ素を進める。え、なんでですか。結局そのニーズというその提案として屋根の塗料ってやっぱり。外壁に比べてやっぱり屋根って紫外線に当たってる時間が長いから劣化がね早いから、はい、2倍3倍早いから、はい、その外壁をいい塗料にしてもう屋根だけ先に、劣化きて足場屋根のために足場立てることになっちゃうじゃない。そういう時はあえて他社がそのシリコンとかで進めてた場合そのあと多分40代の人だったら足場あと3回立てるのか2回立てるかっていう、はい、分かりにくいかな。いや20年持つ塗料、まあ、20年持つ塗料とその15年とか10年しか持たない塗料があるから結局15年だったら1、2、3回塗って45年ですもんね、うん、でも20年だったら 2回塗って40年ですもんね、はい、特に40代の若い方だったら、はい、で河原だったらフッ素その後のランニングコスト、はいはい、で足場あと2回立てる3回立てるかって話を説明すると大体ああそうかっていうか形で納得はしていただける。はい、ああそうですね。で逆に屋根が絡めそうに、何か塗装必要な現場だったら、はい、もうあえてもう、はい、シリコンは塗らない方がいいですよと壁。あえて壁はスタンダードのものにしていただいて、屋根ワンランク上のものにしていただいて、次回屋根壁のタイミング合わせましょうって言って。ああもうタイミング合わせてまたじゃないとこうチンバになってって。そうそうそうあ屋根だけで足場組まなくなってきたりとか壁だけで足場組まなくなってきたりとかするってことです。そうすると、はい、たまたまうちだとその屋根がそうするとフッ素で屋根の保証が8年壁の保証が8年、はい、耐久も15年ぴったり待ってるから、はい、ご縁があったら次回もよろしくお願いいたしますねっていう最後終わり方して、はい、そうだねみたいなそうだねそうだねそうだよそうだよなんかバシって気が決まってくるようですね。そう、他社がそこで向きとかフッ素を進めてたら、はい、よしよしよって。逆にこっちは高いものを進めずに、はい、お客さんが屋根塗装が必要な場合はもう壁やシリコンにこだわるっていうか、逆にわざわざいいものを使う必要ないじゃないですか、はい、って言って屋根だけで足場立てることになっちゃいますよねっていう話を、はい、あすると そう、それが一番お客さんが納得していただけるかな。納得しますね、僕も納得しましたもんね。本当ですか。はい、ありがとうございます。まあ、ありがとうございます、今日は。ありがとうございました。まあ、今回ちょっと春日井で突撃でね行ったらちょうどあのトップ営業マンがいましたね、春日井の。はい、トップTOP つまんないけど、つまんないけど顔の筋肉の笑顔を一発芸ですね、TOP あそこで流行らせようか。えそれもう、あの動画の時に一回やったらいいじゃん。
動画の時ですか。僕動画の時はザッ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 僕単独の言う動画だと絶対やっとるよな、別にやってますね。ザッ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 。それ来年あれじゃん、流行語大賞。流行語大賞多分入りますよ。いるじゃん。はい、はい、ということで今回まあ春日井店でトップ4番の、まあ、ためになる話をはい、聞かせてもらいました。どうです。はい、なんで本当にまあぜひもっと聞きたかったらもうコメントを入れてもらえたら、あといいですね。そうですね、いいねお願いします。はい、やってくれたら、まあ、ぜひまたどんどん突撃してね、はい、まあ、もっともっと面白い話聞きますんで、はい、はい、ぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。お願いします。ありがとうございました。また見てね。また見てね。